今回は山芋を掘りに行ってきました。山芋は普通自然薯って言われるものなんですけど、三河地の職人ってみんなこう釜焼きで集まった時に山芋取ってそれをこうお酒のおつまみにしたりとか、そういうことにすごい長けてるので、その山芋の掘り方を教えてもらいながら、ちょっと山芋を取ってそれをやっぱ自分の作った器に自分が取ってきたものを盛り付けて食べるっていうことをしたいなと思って今回行ってきたんですけど、若干取れた分を僕と妹と撮影に行って掘って持って帰ってきて台所に置いてたんですよ。そしたら、食べられてました。まあちょっと今回その料理して盛り付けるっていうところの絵面というか、そういうところはないんですけど、その山芋を掘るとこってすごい貴重だと思うので、そこをちょっと楽しみながら見ていただければと思って、まあ今回この動画出させていただこうと思います。ではご覧ください。はい、ハート型の葉っぱも探しました。ハート？これが山芋。そうだ、これ今怖い色になっとった全部。細いハート型。山芋の。細いハート型。ここ。太陽くんの後ついていこう。みんな逆方向行けると？ちょっとまとまって団体行動。団体行動お願いします。うん。やっぱね、この躊躇のなさがマジで。この親世代。細さかもしれないね。一応これキープ。とりあえず。ここ目印。ってかじゃないんです。そう、横から掘っていくみたいです。で、俺もあんま知らないんですけど。これなかなか大変ですね。いや、マジやばいっすよ。腕パンパン。いや、そうですよね。うん、バスケの方が楽っす。いや、絶対かさばらないですもんね、これ。サボったら進んでいかん。そうですよね、終わらないだけですから、ね、バスケット時間が過ぎてきますねなかなかだな。よっしゃ、なんかここにこうまっすぐつるの入ってきてるけんがここをこう丸く掘っていく感じではいはい、はい、ここにガスっていったら芋が切れます。了解です。じゃあ手前とりあえず練習があったら手前あ、これ意外と持ちにくいですね。これ持ちにくい、手がないんですね。なんか重力でボスって言った方がいいです。ああ、なるほど。それも持ち上げんで。あ、持ち上げないです。ほがして、これですくうみたいな。ああ、なるほど、なるほど。柔らかくしてってことなんですか？柔らかくして。じゃあ、ひとまず柔らかくすることなんですか？はい、柔らかく。めっちゃ惚れてきよるね。だいぶ頑張ったぜ、ね、あ、ほんと意外と硬いっすね、これ。硬いでしょ？なんか、硬い層がありますね、やっぱ。そう。地層が。ここら辺とかが。うん。こんなとこに芋よく生えていきますね。ですよね。こんな硬いのに。あ、これで。すくいながら、はい、はい、やば。林さんって綺麗好きかと思ってた。いや全然逆ですねいやマジ適当です。ちなみに林さん俺より若く見えるけど、いやもう40です、ね、40歳なんともう全然見えん。見えんよね。やばいよ。まだだってね、芋の部分見えんけん全然。え、まだ芋まで到達してると。つるみたいな。そうなんや。ここ頭じゃない？やっと来たわ。頭見えとるって言うなんやったぞ。いや、言い寄ったけど、なんかどれが頭かわからんし。でもテレビで山芋掘ってたら数時間かけて掘ってるよね、やっぱ。あー、やっぱそうなんすね。もうめちゃくちゃ時間かけてもう掘ってる。ちょっとこっちの手前に曲がっとるかもしれない。変わりますか？いや、まだ全然いきます。まだいきます、ね。立てたら言います。はい。でもこれ深くなればなるほど大変っすね。今はまだこれぐらいでいいけど。届くけんね。届かなくなってきてね。1メートル掘るってめっちゃ大変。これ途中で挫折コースなりそうですね。うん。てか1メートルって言わんのな、これもう。これは。こっちめっちゃ楽やわ。全然違うわ。ここら辺も削って広いのか、横から。え、てかここ最後じゃない？本当だ。誰か来てって言わんわ
このピロンってなったの最後。やばいぞ、やばいぞ。お見えるかな。見える見える、白い剣。今30分ぐらい経って浮き出てきました。山芋めっちゃ、いやマジ折れそう、やば、こんな折れそうな、うわ、あキャピー、接着剤で火つけよう絵のために。くそ、まずこちら山芋、半分に折れました。半分って言わんな、それ5分の1くらいに折れました。残念残念、あの先端も折れてます。これ先端は、あと中心部を取ります。折らないように。おーすごいすごい、やっと、前お疲れ。太いね、うん、ここ美味しい部分じゃない？食えそうじゃん、これは。山芋は斜面で掘った方が楽です。非常にこれはもうそのまま残しとこう。これとこれ、これ折れました。中こんな感じですね。おお。白い。じゃあこれ持っていくね。じゃあ戻します。これはいる？何これ、サナギ？これは、え、これセミじゃない？セミ、セミの小さいやつ？ぽくない？ほら、あ、こっからセミになるんだ。ちゃんと埋めとってやらんわ。すいません、邪魔しました。こちら3本目です。1本目がね、でもまだまだ結構あるような感じしますね、これ。まだ、まあ、茎の太かったけんね。これまあまあよか、茎の太かけんがまあまあ太かはずやもん。ああ、うん、そうね、まだありそうな。あるかもしれんね。ちょっとじゃあ、どうだったと思うんだ。ちょっと見てやっけん。番長の登場です。山芋番長。結構まだありそうじゃない？まだ太るね。この斜面でバランス取るだけでも大変ですよね。確かに。こっち側にね、取り下げたりする。そうです。山ってめっちゃ大変や。昔上にあるため池とかで皆さん泳いでたんでしょ？うん。もうずっと前の話ですかも。中学って、ね、外しておかわい、外しがかりさせてやっけん。もう下埋まったけん、こい取れんけんさ。もう一番下外れとるけん。こいで、この周りはずーっとしていって、はい、下から外していって、最後ここば外す。ああ、わかりました。下からですね、下。なるほど。ずーっと、この辺はずーっとこうすれば、はい、こういうの浮き出すけん。はいはいはい。浮かせて、ボロ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 って土場を浮かせながら、はい、最後ここばポロって取れば。上だけの。下からとにかく浮かせて。わかりました。これ結構見分けるのも大変ですね。周りは先に広く落としてしまえば。芋が手前になること。はい。で、少し下は引っ張って振るわせれば、ポロポロポロって動く。あんまり引っ張ったらポキって折れるけどね。はい。ああ、ほんとだ。ポキっていきそうな感じします。その芋が持ってね、左右に振って、はい、そしたら動くと。はい。なんか、まあ、そこまでも到達しない感じが。すげえ。これも、太い、これ。なかなかこれ、形がわからないっす。しかも折らんように、ほんと簡単に折れますよね。簡単に折れる、ほんともう。なかなかこんな簡単に折れるもんないなっていうぐらい簡単に折れる。あ、結構しかも続いてる、ほんとだ。ほんとだ。すげえ。めっちゃ長い。これが美味しいっていうのが。確かに。ほんとはこんな長かったんや。どう、昔の人見つけらしいな、これ。確かにこれ食べようなんてね。労力とのあれが、こんな大変な。あ、これ違う。これ何やろ、別のやつやん。これ別のやつなんや。はい、これ木の根っこ、これは。うん、別のやつだと思います。うわぁ、すごい、それ。ほんと下まで続いとる。まだまだ下まで行ってるけんね。なんかでも足元がすげえ滑るね、やっぱ。そうですね。掘った土が。掘った土がそのまま。とりあえず上回収します。あ、これ、あ、でも下がこれ折れちゃう。終わりか。あ、おぉ、すごい。ここ溶け落ちてしまう。
すげえ。取るの難しいね。よくあんな綺麗に取れたよ、さっき。いや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 、めっちゃむずいですね。ねえ。やっぱ素人がやると難しい。難しい。逆に、ここの窯元の虫たちが、すごすぎるっていう。慣れとるね。多分折れてるとこの。取ると。あ、一番下。ここが一番下。一番下だ。これから一番下まで。もう一回上外した方がいいんじゃないですか。これ上外れると？上もうだってここ外せば外れますよ。下切れてるんで。じゃあこれここを外していただいて、はい。あ、これこうってこと？そうそう、上に。お、来た来た来た。あ、これでけ。これでいいです。でけ。いや、結構大変。これやっぱ日本あってこっちもあることやもんね。あ、そういうことか。向こうが。本当だ。もう一個の方はまだもう少し続いてんのかな。続いてるみたいですね。これもじゃあここで外したいってこと？下から外し、下が外れてれば多分大丈夫だと思います。ここで分かれてたんだ。ほんとだ。おー、でかい。え、やば、2本も取れた。2本もあったんや、やっぱり。すげえ。こっちは、あんま折れずに。いやいや。いやー、なんか嬉しいっすね。嬉しい。半分親父がしたけど。見つけたとこそうだしね。取れた時が嬉しいっすね。もうないね。もうない。じゃあ、あとは。あとは、じゃあ、埋めて。芋回収して、埋めるだけやね。埋めますか。じゃ一旦この芋を、はい、か、ここで。これば、持って帰るちゃうらしい。うん。これ、このくらい、こう繋がっとったみたいにすれば。色違うし。3メーターくらい掘っちゃいました。お父さんがおそば教えちゃいかんね。こっちで、うん、こっちで吸ってやって。はい、皆さん協力いただきました。ありがとうございます。よし、帰ろう。